じはインターネットには様々なサービスがあってね、使い方を間違えると、そのサービスに拘束されることもあります。でも、使いこなせるようになるとこんなに力強い味方はいないですよね。だって、やっぱり吉谷さんも思うと思うんですけども、人を雇うってむちゃくちゃ拘束されるんですよ。で、付き合い方もね、考えなければいけませんしね。だから、対人っていうのが最もね、当てにならないし信用できないんですよ。もちろん、 昔のヤクザみたいに親子のちぎりをかわしてね、逆きをこうね、かわしてしまうと、絶対的な忠実っていうのがもう保てるわけですけども、まあ、なんせ現代社会はドライですからね、利がなければ離れていくんですよ。もう義理も人情もありません。いかにお金をくれるかっていう関係だけなんですよ。まあ、そこに乗っかるわけじゃないんですけども、やっぱりね、人を雇うよりも、あのテクノロジーを雇った方がいいかなと思います。考えてみたら一番安いんですよ。 さっきも申し上げましたけども年間で1万3000のサービスを利用するこれ継続課金だと痛いように感じますけども100年使ってたった130万ですからねそれこそ数ヶ月分の人件費ぐらいにしかならないんですよまあですんで Vimeo ってサービスも毎月5000円でした年間6万でしょ10年間で60万でしょ100年間で600万ですよ100年間自分のために600万で働いてくれる人って誰かいますかね 多分いないんじゃないかなと思います。ですんで、人っていうのは最もね、まあ、ひどい言い方すると、役に立たなくて信用できないのに、金だけは持っていっちゃうんですよ。ですんで、持ってかれても惜しくないような人との付き合いは積極的にするべきなんですけども、本当にね、ぶら下がるだけの人ってのは、下手するとね、ピンハネされちゃいますからね、経営者の方がね。吉田さんも経験してると思いますけども、従業員に給料を払うために、社長が借金するなんてね、 何の本末転倒なんだと思いま,すよ、ねうん、まあ今回のテーマはそういうふうなね本末転倒ということでお伝えしましたネットビジネスをされる方ご用心ください